まあ、宗教つってもですね、まあ、ものすごく多くの宗教があるんですが、まあ、一応ここで普通にはまあ三大宗教、仏教、キリスト教、イスラム教と、まあ、成立年代が仏教がだいたい今から2500年前、キリスト教が2000年前、それからイスラム教が1500年前と、まあ、ちょっとずつ違いますが、まあ、大雑把に言えば500年ごとに大きな宗教が出てきていると。そしてそれぞれ開祖と言われるその宗教を作った人がお釈迦様、まあ、イエス・キリスト、ムハンマド、まあ、昔マホメットと言いましたけどムハンマドであるというふうに言われておりまして、まあ、日本人は、宗教と言いますとまず神様がいて、それで、まあ、死んだ時に神様が裁いてなんか地獄と極楽行くとか、まあ、キリスト教で天国と地獄に行くとか、そういうイメージがあるんですけれども、ここで書いたゴータムブッダの死と書いたんです。お釈迦様の死と、まあ、いうふうに言った方がいいんですが、あえてここはゴータムブッダの死というふうに書いたのは、まあ、お釈迦様の本名に近い、まあ、名前で書いたわけですね。例えばイエス・キリストは、聖母マリアが天からの何か息吹で、受胎して、そして、生まれ、お父さんいないと。それから亡くなった時には十字架にかけられて亡くなったように見えるけども、死後3日間で復活して、天に昇ると、まあ、いうような超自然的なことがありまして、まあ、我々の心の中に神様っていうのはですね、まあ、どっちかというと全知全能で何事も知っておられると、まあ、いうふうに思いますし、お釈迦様はっつったら、いやお釈迦様はそれは何でもご存知ですとこう言われるわけですが、実は我々日本人にとって最も身近なですね、お釈迦様というのはですね、普通に生まれてるんですね。まあ、小さなネパールの、ネパールだったんですけどね、インドじゃなくてネパールなんですが、ネパールのある小さな王様、まあ、日本で言えば、まあ、1万石とか、なんか大きな大名じゃなくて、まあ、小さな殿様だったんですね。そこのお妃さんが旅行中に、まあ、産気づいて、お釈迦様を産んで、そしてその方は旅行中に産んじゃったもんですから、いろいろ設備が整わなかったのか1週間でお亡くなりになりますので、お釈迦様はお母様がいない状態で、まあ、育つわけですね。それでお父さんのお殿様がそれかわいそうだって言うんで、何かと面倒見てやったり、それからお父さんはそのお母さんの妹さんと、まあ、再婚します。ですからまあ実はおばさんっていうんですかね、それに育てられたと、まあ、こういうふうになるわけですね。亡くなる時はいろんな弟子にも囲まれて亡くなるわけですね。亡くなる日付も大体分かっておりますし、お釈迦様がこの世を去る時の状態っていうのは非常によく分かってるわけですから、お釈迦様はどう見ても人間なんですね。お母さんから生まれ、お父さんとおばさんに育てられ、まあ、青春時代を過ごし、だんだん悟りを開き、お弟子さんを持って、そして亡くなる時も、やっぱり郷里に帰って亡くなりたかったので、郷里の方に旅行している途中に、まあ、亡くなるわけですね。非常に当たり前の普通の人間なんです。しかもお釈迦様ってのはとても偉い方なんですが、お釈迦さんが亡くなる時、弟子たちが集まってですね、嘆き悲しむわけですね。今と違いまして、少しでも命を延ばそうなんていうことは考えませんので、まあ、死期が近づいたら、まあ、みんなが周りを取り囲み、まあ、嘆き悲しむわけですが、お釈迦様が、まあ、お亡くなりになる時にはお弟子さんなんかが嘆き悲しんでるわけですが、そこでお釈迦さんの言葉が残ってますね。皆さんなんで嘆き悲しんでんのとこう言ってるわけですね。私が今まで皆さんにずっと言ってきたことは、生まれたものは必ず死ぬ、この世の中っていうのは全部がどんどん変わっていくんだと、そんなことを考えてたら、人生っていうのは遅れませんよと言ってきたじゃないかと、まあ、これが一つですね。二つ目がですね、私を尊敬するとか私を大切にするっていうことはダメなんだと言ってるわけですね。これは まさにお釈迦様が非常に本当に偉かったというふうに思うんですね。というのは、私がお釈迦様が言うには、私が言ってたことは、そう、人間一人一人が偉いとか尊敬できるとかそういうことではないと、その人が言っておられる言ったこととか
行動だとか、そういう、まあ、いわば抽象的なことですね、それを尊敬するとか、日頃の糧にするというのはいいけど、私自身はやがて滅するものであると。だから私の体が今なくなるということは全然関係ないことですよと、まあ言うわけですね。で、最後にね、もっと僕が偉いと思うのはね、私は指導者ではありませんって言うんですね。人間というのは指導者になれませんって言うんですよ。人間はただ生身の人間なんだと。まあ私流に言えば、風呂に入れば気持ちがいいと思い、お腹が減ったらご飯食べたいと思うと、これが人間なんだと。これは私の注釈ですが、つまり人間は生まれたら死ぬんだと。で、人を指導するってことも人間はできないんだと。だから私が、お釈迦様がお弟子さんを指導したんじゃないんだというわけですね。私なんかも時々、私はまあ学校の先生で指導者ですからなんて言うけど、私は指導者になったことがないとお釈迦さんが言うんですね。じゃあお釈迦さんは何かっていうと、私は私しか過ぎない。私にしか過ぎない。ただ、私が考えて悟ったこと、そのことは皆さんを指導した。つまり、その私が皆さんを指導したんじゃなくて、私の考えをあなた方に伝えたんだと。いうことなんですね。よく私、このところこの科学者の人間観というんで、ああ、カントというのを書いたわけですが、哲学の人が言ってるの、おられるのを聞くとですね、なんか我が師、なんとかとかですね、人間を対象にしてるんですね。人間を尊敬し、人間を指導者として崇めてるわけですね。ところが、お釈迦様はやっぱりもう一つ偉くて、お釈迦様、ゴーダムブッダという人間は、ただ人間なんだよと。あなた方と同じ人間なんで、別に朝起きたら歯磨いてっていう、そういう人間なんだと。ただ、私をだから、私自身、ブッダ自身を尊敬しちゃいけないって言うんですよ。ブッダが私が言ったこと、そのことを尊重するのはいいと。それはいいと言うんですね。それから、私自身は指導も何もしてない。私が考えたことがあなた方の人生に影響を及ぼしたかもしれない。まあ、こういうの言ってるわけですね。で、これはね、イエス・キリストが、まあ、福音書ですね。新約聖書っていうのはかなり加工されておりますが、福音書で見られることとかなり大きく違うんですよ。ですから、仏教というものがその後宗教になり、お釈迦様が神格化されて人間じゃなくなったのはですね、これはお釈迦様自身が言ったことでも何でもなくて、後の弟子たちがまたお釈迦様の教えを忘れて、で、お釈迦様が、なんだ、私がずっと言ってきたのは違うことなんじゃないの、まだ皆さんがよく分かってないのって言ったことのようになっちゃった。それが、お釈迦様を像にして拝んだり、だからお釈迦様は本当は像にして拝んじゃいけないんですよ。お釈迦様の言ったことを拝んでもいいけど、お釈迦様自身は、まあ、みんなもう生まれて死んでいくんだよと、まあ、言っておられるわけですね。まあ、その意味で私はですね、まあ、現在の宗教化思想化はもちろんのこと、歴史的にいろいろ現れた大きな思想化宗教化、もしくは文学者、まあ、ある一部は科学者までですね、おそらくですね、ちょっとイエス・キリストのことはもう一回解説しますし、ムハンマドのことももう一回解説しますが、まあ、お釈迦様が一番早いんで、お釈迦様の話をするとですね、私たちが尊敬している、まあ、お釈迦様も尊敬しちゃいけないんですが、私たちが尊敬しているお釈迦様が言われたことはですね、神様いないんですよ。それから、奇跡もないんですよ。それで、みんな同じように人間は生まれて死んでいくわけですね。その中で、まあ、割合とちゃんとした真実に到達した人とかいるけど、その名前は言っちゃいけない。言っちゃいけないっていうところまでお釈迦さん言ってないんですが、問題にしちゃいけないと。ね、だからソクラテスは偉いんだとか、それから誰々はもう尊敬すべき人なんだとか、あとで親鸞のこともちょっと思ってます。親鸞は偉かったんだ。それ親鸞は偉かったんですよ。親鸞は偉かったんですが、親鸞が偉かったということ自体がお釈迦様はダメだと言ってるんですね。そうすると、まあ、お釈迦様が一番偉いとするとですよ、やっぱり我々はお釈迦様がどう言ったのか、宗教というのは一体どういうものなのかということを、まあ、考えなきゃいけないっていうかですね、正しく知らなきゃいけないと思うんですね。まあ、長い間宗教で争いがあったり人が死んだり、今でもまあテロなんてやってますよね。だから私たちは宗教を正しく知るってことは非常に重要で、
お釈迦様が言ってないことをあたかもお釈迦様が言ったように言って、まあ自分の宗派を作ったりやり方を作ったりするのはどうですかね。ゴーダンブッダの死というのを考えますと、本当に、宗教に対して我々が随分大きな間違いをしていると、まあ、いうことが分かりますし、宗教の自由なんていうのも間違ってる、概念が間違ってるということが分かります。激悲しむわけですね。今と違いまして、少しでも命を延ばそうなんていうことは考えませんので、まあ、死期が近づいたら、まあ、みんなが周りを取り囲み、まあ、嘆き悲しむわけですが、お釈迦様がまあお亡くなりになる時にはお弟子さんなんかが嘆き悲しんでるわけですが、そこでお釈迦さんの言葉が残ってますね。皆さんなんで嘆き悲しんでんのとか言ってるわけですね。私が今まで皆さんにずっと言ってきたことは、生まれたものは必ず死ぬ、この世の中っていうのは全部がどんどん変わってくるんだと、そんなことを考えてたら、人生っていうのは遅れませんよと言ってきたじゃないかと、まあ、これが一つですね。二つ目がですね、私を尊敬するとか私を大切にするっていうことはダメなんだと言ってるわけですね。これは まさにお釈迦様が本当に偉かったというふうに思うんですね。っていうのは、私がお釈迦様が言うには、私が言ってたことは人間一人一人が偉いとか尊敬できるとかそういうことではないと、その人が言っておられる言ったこととか行動だとか、そういう、まあ、いわば抽象的なことですね、それを尊敬するとか、日頃の糧にするってのはいいけど、私自身はやがて滅するものであると。だから私の体が今なくなるということは全然関係ないことですよと、まあ言うわけですね。で、最後にね、もっと僕が偉いと思うのはね、私は指導者ではありませんって言うんですね。人間というのは指導者になれませんって言うんですよ。人間はただ生身の人間なんだと。まあ私流に言えば、風呂に入れば気持ちがいいと思い、お腹が減ったらご飯食べたいと思うと、これが人間なんだと。これは私の注釈ですが、つまり、人間は生まれたら死ぬんだと。で、人を指導するってことも人間はできないんだと。だから私が、お釈迦様がお弟子さんを指導したんじゃないんだというわけですね。私なんかも時々、私はまあ学校の先生で指導者ですからなんて言うけど、私は指導者になったことがないとお釈迦さんが言うんですね。じゃあお釈迦さんは何かっていうと、私は私しか過ぎない。私にしか過ぎない。ただ、私が考えて悟ったこと、そのことは皆さんを指導した。つまり、その私が皆さんを指導したんじゃなくて、私の考えをあなた方に伝えたんだと、いうことなんですね。よく私、このところこの科学者の人間観というんで、カントというのを書いたわけですが、哲学の人が言ってるの、おられるのを聞くとですね、なんか我が師、なんとかとかですね、人間を対象にしてるんですね。人間を尊敬し、人間を指導者として崇めているわけですね。ところが、お釈迦様はやっぱりもう一つ偉くて、お釈迦様、ゴーダムブッダという人間はただ人間なんだよと。あなた方と同じですね。それで、お父さんの、お殿様がそれかわいそうだって言うんで、何かと面倒見てやったり、それからお父さんはそのお母さんの妹さんと、まあ、再婚します。ですから、まあ、実はおばさんっていうんですかね、それに育てられたと、まあ、こういうふうになるわけですね。亡くなる時はいろんな弟子にも囲まれて亡くなるわけですね。亡くなる日付も大体分かっておりますし、お釈迦様がこの世を去る時の状態っていうのは非常によく分かってるわけですから、お釈迦様はどう見ても人間なんですね。お母さんから生まれ、お父さんとおばさんに育てられ、まあ、青春時代を過ごし、だんだん悟りを開き、お弟子さんを持って、そして亡くなる。亡くなる時も、やっぱり郷里に帰って亡くなりたかったので、郷里の方に旅行している途中に、まあ、亡くなるわけですね。非常に当たり前の普通の人間なんです。しかもお釈迦様ってのはとても偉い方なんですが、お釈迦さんが亡くなる時、弟子たちが集まってですね、嘆き悲しむわけですね。今と違いまして、少しでも命を延ばそうなんていうことは考えませんので、まあ、死期が近づいたら、まあ、みんなが周りを取り囲み、まあ、嘆き悲しむわけですが、お釈迦様がまあお亡くなりになる時にはお弟子さんなんかが嘆き悲しんでるわけですが、そこでお釈迦さんの言葉が残ってますね。
皆さんなんで嘆き悲しんでんのとか言ってるわけですね。私が今まで皆さんにずっと言ってきたことは、生まれたものは必ず死ぬ、この世の中っていうのは全部がどんどん変わっていくんだと、そんなことを考えてたら、人生っていうのは遅れませんよと言ってきたじゃないかと、まあ、これが一つですね。二つ目がですね、私を尊敬するとか私を大切にするっていうことはダメなんだと言ってるわけですね。これは まさにお釈迦様が非常に本当に偉かったというふうに思うんですね。というのは、私がお釈迦様が言うには、私が言ってたことは、そう、人間一人一人が偉いとか尊敬できるとかそういうことではないと、その人が言っておられる、言ったこととか行動だとか、そういう、まあ、いわば抽象的なことですね、それを尊敬するとか、日頃の糧にするってのはいいけど、私自身はやがて滅するものであると。だから私の体が今なくなるということは全然関係ないことですよと、まあ言うわけですね。で、最後にね、もっと僕が偉いと思うのはね、私は指導者ではありませんって言うんですね。人間というのは指導者になれませんって言うんですよ。人間はただ生身の人間なんだと。まあ私流に言えば、風呂に入れば気持ちがいいと思い、お腹が減ったらご飯食べたいと思うと、これが人間なんだと。これは私の注釈ですが、つまり育てられ、まあ、青春時代を過ごし、だんだん悟りを開き、お弟子さんを持って、そして亡くなる。亡くなる時も、やっぱり郷里に帰って亡くなりたかったので、郷里の方に旅行している途中に、まあ、亡くなるわけですね。非常に当たり前の普通の人間なんです。しかもお釈迦様ってのはとても偉い方なんですが、お釈迦さんが亡くなる時、弟子たちが集まってですね、嘆き悲しむわけですね。今と違いまして、少しでも命を延ばそうなんていうことは考えませんので、まあ、死期が近づいたら、まあ、みんなが周りを取り囲み、まあ、嘆き悲しむわけですが、お釈迦様が、まあ、お亡くなりになる時にはお弟子さんなんかが嘆き悲しんでるわけですが、そこでお釈迦さんの言葉が残ってますね。皆さんなんで嘆き悲しんでんのとか言ってるわけですね。私が今まで皆さんにずっと言ってきたことは、生まれたものは必ず死ぬ、この世の中っていうのは全部がどんどん変わっていくんだと、そんなことを考えてたら、人生っていうのは遅れませんよと言ってきたじゃないかと、まあ、これが一つですね。二つ目がですね、私を尊敬するとか私を大切にするっていうことはダメなんだと言ってるわけですね。これは まさにお釈迦様が非常に本当に偉かったというふうに思うんですね。というのは、私がお釈迦様が言うには、私が言ってたことは、そう、人間一人一人が偉いとか尊敬できるとかそういうことではないと、その人が言っておられる、言ったこととか行動だとか、そういう、まあ、いわば抽象的なことですね、それを尊敬するとか、日頃の糧にするってのはいいけど、私自身はやがて滅するものであると。だから私の体が今なくなるということは全然関係ないことですよと、まあ言うわけですね。で、最後にね、もっと僕が偉いと思うのはね、私は指導者ではありませんって言うんですね。人間というのは指導者になれませんって言うんですよ。人間はただ生身の人間なんだと。まあ私流に言えば、風呂に入れば気持ちがいいと思い、お腹が減ったらご飯食べたいと思うと、これが人間なんだと。これは私の注釈ですが、つまり人間は生まれたら死ぬんだと。で、人を指導するってことも人間はできないんだと。だから私が、お釈迦様がお弟子さんを指導したんじゃないんだというわけですね。私なんかも時々、私は学校の先生で指導者ですからなんて言うけど、私は指導者になったことがないとお釈迦さんが言うんですね。じゃあお釈迦さんは何かっていうと、私は私しか過ぎない。私にしか過ぎない。ただ、私が考えて悟ったこと、そのことは皆さんを指導した。つまり、その私が皆さんを指導したんじゃなくて、私の考えをあなた方に伝えたんだということなんですね。よく